そう、これはかけがえのない私の大切な家族の話だ。おい、お前、今から私と取引しないか。うんといえば願い事を何でも叶えてやるぞ。いいか、俺は曲がったことが大嫌いなんだ。私はお前が気に入った。お前を私の家来にしてやろう。店で大声を出すな。